各海浜、各海浜、各、三浜は、越後毒消しの里として知られる、新潟県新潟市西関区の牧地区の日本海、沿岸部に所在する長寿、またはその地域にある砂浜海岸である。現在の同地域は、廃村状態になっており、海岸侵食がひどく、浜に降りるのも難しい状態となっている。各海浜は、 西方の50メートル程度の海岸線を有する砂浜海岸とその他三方の山地に囲まれた一帯で旧各海浜村域でもあった。この集落の起源は複数存在する。能登国府下士郡滝深見村から朝倉市の残党が江戸時代に小田市の圧勢に耐えかねて滝新山製薬院商業寺に引き入られて定着したとする説やもともとは 五ヶ浜村の小技としての角界であったが1608年に分したという説や、角界を隠れるの意に介した落ちうど集落であるという説もある。この角界品では、波掛け、まくり出しと呼ばれる、この地域特有の海岸の土砂を根こそぎ奪っていくという現象が数十年に一度の周期で発生してきた。波掛けは極めて局地的で稀な、 寒斜面である海底に何らかの理由で形成された、静やくぼみによって生じた磯波と海水を沖へと、押し出す、循環流が急激に砂を移動させる、海岸侵食現象である。この現象によって、家屋等が倒壊し埋没してしまうことがたびたび起こった。さらに、残った、わずかな高地も山崩れ、山出しで狭められていき、ついにそのほとんどが失われてしまった。 1607年、慶長12年においては、各海浜は約200メートルの海岸船長を有し、250個の家屋や潮田があったようだが、1902年、明治35年にはその家屋数は92個まで減少していた。その頃には、護岸工事が鎮上されたがかなわず、これらの減少による被害は続き、 1969年には、各海浜の個数はついに一桁にまで落ち込んだ。また、繰り返される波掛けで、海岸線は現在までに、かつてのそれより600メートル以上も後退してしまった。北前船の寄港地である一方で、陸上交通が不便な地域である、各海浜は、慶長期にあっては、越後毒消しの発祥の地となった。この毒消しの起源は、 八彦コ新霊寺余説や白ネガ寺、テラ、当人伝授説などの諸説があるが、少なくとも1609年当時の核海品にあった寺院の商名寺にまで遡れる。越後平野はたびたび洪水の被害にあったが、そこから山を越えたところにある核海品は水害とは無縁であったことが発祥となった理由として考えられている。商名寺の栗で作られたこの毒消しは、異様。 菊菜医師、インゲン豆、白インゲン、肝臓、天下子、天下粉が処方されており、食中毒、便秘、下痢に効能を持つ気薬であった。あとに、この薬は、丸剤、毒消し丸等の多くの商標を生み出すこととなった。その当時は、寺院や名家には必ずと言ってよいほどに、捨て薬があり、不況のために、人々の求めに応じて制約していた。 小明寺で作られたこの薬は江戸時代末期の1840年に同時の釈罪解決のためにその段階以外にも広く反布されるようになり白根い寺や滝沢家でも作られるようになったその後の1846年には同村の滝深商材門に製造権と販売権が譲渡されたそして 彼を筆頭とした各海品の男性がこの薬で多国稼ぎの行商をはじめ、制約元と売り子からなる独特の販売方式が作り出された。明治維新で赤書が廃止された女性の行商金制の撤廃後には女性の参加によって飛躍的な発展を遂げた。この頃、波掛けで海岸侵食が進んで農地を失った村では農業だけでは 生計が成立し難く、多くの女性が義務教育を終了すると、一家の現金収入を得るために、日本中の都市部で、毎年長期間の集団生活、薬売りの行商に従事した。この前世紀は、明治末期から昭和初期にかけてで、その頃には、各海浜周辺の自然条件の類似した、集落、角田浜、五、毛浜、越前浜、四つ号や、他からも、 たくさんの女性が従事していた。それらの集落を合わせると、例えば、1928年には、売り子の数は1125人に達し、1930年には、親方694人及び、弟子1241人が存在した。波かけや山崩れで土地を失った女性の中には、毒消し娘として、この行商に携わった人も多かった。 第二次世界大戦終戦後の1948年12月に薬事法の施行で薬の現金取引業省が禁止されると、この業商人を取り巻く環境は大きく変化した。当時の角田方面の業商人1800人余りが配置販売業を余儀なくされ、企業のための資本や配給台帳の記載に関する不安から転職する業商人が続出した。 翌1949年には浦浜村では、この産業の衰退に伴って、本籍人口の1500、1600人のうちの約500人が離存して、世帯を持つ状態になった。また、毒消しの本場であった、各海品では、売り子はわずか11人のみという状況で、高齢化とか疎化が進行していた。さらに、毒消し売りは、 新薬の進出や社会情勢の変化等で急速に追尾していった。その後も、この毒消しは、新潟県製薬の産材、越後毒消し産や関川製薬の越後毒消丸のように、企業によって少量ながら製造された。特に、高林道、県、吉田薬品工業の丸材、越後毒消丸は2009年7月まで製造され、続けた。また、 歌謡曲、独クしシャイランカネは期日の独ク修理の女性を歌ったものとして知られる。すでに住民がわずか8世帯13人の高齢者のみという限界集落となっていた各会品において原子力発電所計画が立案された。1971年には本計画に基づく集団離想が行われ、1974年7月には 最後の住人がこの地を去って完全に廃村となった。現在では、各海浜地区においては、集落の面影はすでになく、その多くが東北電力の所有地になっており、同社の各海浜連絡所が立つのみである。各海浜では巻き原子力発電所計画に伴う緊急調査として、某が入り墳墓、砂や埋跡、 各海浜の中央に位置していた白願い寺跡の真相から発見された村落跡上野や白願い寺に隣接した民家の発掘調が行われた。これらはいずれも波掛けによって砂中に埋没しており廃棄された当時の状態を保ったまま発掘調査がなされることとなった。このような近現代の民家跡の発掘調査は当時としては異例であった。 1980年の某が、入りンボの発掘では、肥前焼きの骨壺が出土した。1983年の砂山遺跡の発掘では、中世の銅時気類と共に、鉄製の釣り針等の漁具や漁骨が出土し、全国的にも調査例の少ない14、15世紀の漁村跡であることが判明した。その他には、上野家からは明治、大正、 昭和の生活用品をはじめとする遺物が数多く見つかった。それらの報告書が1985年に刊行された。なお、白願い寺が所蔵していた古文書の鹿児島国印場は新潟市の指定文化財になっている。各海浜の砂には泣き砂海岸として有名なとびき浜に次いで格段に石への含まれる割合が高い。 1960年代半ばまでの核海浜では、泣き砂が聞こえたが、核海浜水道の南方にある、大通り川放水路、ト井ヒ山水道、新トイ山水道、さらさらトイ山水道の核、はけ口から日本海に排出される泥による汚染で、現在の核海浜の砂はそのままでは泣かない。核海浜では、核海の泣き砂を蘇らすお海が泣き砂を、 復活させようとしているが、これはとんざしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。